はい、どうもビバです。久しぶりのおこだくん、あまり機嫌がよろしくないかもしれない。おこだくんの動画久しぶりですね。実はですね、ちょっとおこだくんに異変がありまして、しばらくそちらの方にかかりっきりになっております。おこだくんの尻尾の部分、総排泄腔より尻尾の方なんですけど、若干腫れていたんですよね。しばらく様子は見てたんですが、元に戻る気配がなかったので一旦動物病院へ行きました。診察の結果としては、臭腺詰まり、敵を威嚇するときとか臭腺というところからちょっと臭い液を出すらしいんですけど、その臭腺というところが詰まってしまって、中の液体がどんどん溜まっていった状態、それで尻尾の付近が腫れていました。動物病院ではそこに注射を刺したら中の液体がドバッと出たらしいので、一旦落ち着いてしばらく家で様子見てたんですけど、その後また腫れ出したんですよ。その時の病院かかってたのが1月初めぐらいまで何度か通って様子を見てきたんですけど、病院終わって家に戻って、それからしばらくしてまた尻尾のあたりが腫れてきました。今度はかなり腫れのスピードが速くて、結構びっくりするぐらい腫れちゃったんですよね。急いで病院に行ってもう一度見てもらったら、臭腺詰まりからの炎症が起きてるんじゃないかという診察でした。ちょっと今の状態見てみましょうか。結構びっくりする人もいるかもしれないのでご注意ください。おこだくん、おこだくん、ちょっとごめんね。よいしょ。今尻尾がこんな状態なんですよね。もう見てもらった通り2倍ぐらいに腫れています。上から見るとそんなもんなんですけど、横から見たら特にひどいかもしれない。こんな感じでぼっこりと腫れています。今僕の小指があるところが総排泄腔ですね。そこから尻尾の部分がめちゃめちゃ腫れてるのがわかると思います。現在のおこたの様子はというと、実は全然普段と変わりません。最初の病院が終わって家で様子見てる時も、餌はちゃんと食べてましたし、排泄もきちんとしていました。それと脱皮も通常通り行いましたね。ただこの腫れてる状態はどんどん進んでいってた状態でした。3月に入ってもう一度見てもらって、現在の炎症が起きて腫れてるっていう診察だったんですけど、実はですね、先日から家でとある処置を行うことになりました。まず以前から行ってたのは傷口の殺菌ですね。臭腺の様子見るためにちょっと切開をして中を見たので、そこの傷から細菌が入らないように殺菌をしています。それともう一つの処置が、先日からちょっとやることになったんですけど、注射をしなければいけない。この炎症を治すために自宅で注射をしないといけないんですよ。これがね、ちょっとドキドキなんですよね。一応病院ではやり方を教えてもらって、自宅でやれますかって聞かれて、見た感じ簡単そうだったので頑張ってみますということで家で注射をすることになりました。今回はその様子をお届けしたいんですけど、できるかな。いや、できないといけないんですけど、次の診察まで2週間ぐらいあって、その間5回ぐらい注射をしないといけません。この腫れをなんとか抑えないと次の処置に進めないので、なんとか頑張りたいと思います。さあ、ではやっていきますか。注射はこれですね。今回のはちゃんとお医者さんの指導のもとやりますので、おこたくん、よいしょ。おこたくんの鱗の隙間に打つらしい。ちょっとごめんね。あー、痛いね、痛いね。あ、ちょ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 、暴れないの。はい、ごめんごめんごめん。びっくりしたね。俺もびっくりだよ。頑張った、おこだくん頑張った。いや、病院の先生がやった時はもっとおとなしくしてくれてたんですけど、やっぱり素人だと緊張感が伝わるのかな。おこだくん、ありがとう。あとね、4回か5回ぐらいありますけど、一緒に頑張りましょう。ちょっとお尻の消毒もするか。お尻の消毒は傷口にちょちょっとつけるだけ。ごめん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 。ちょっと待って、ちょ、尻尾尻尾。これはね、ほんと傷口に垂らすだけです。よいしょ。あー、ドキドキした。痛々しいな。おこだくんの現在の様子をまとめると、現在は家で注射を2日に1回打つことになっています。これは尻尾の炎症を治すための注射ですね。尻尾の腫れが治まったら、いよいよ次の措置、手術をして悪いところを取り除くかどうか、
そのあたりを決めていかなければいけません。実際に手術するとなったら4万円ぐらいかかるそうなんですけど、これは事前に蛇の病院代としてキープしておいたのがあるので、それは良かったなと思います。うちではシシバナヘビ、おこたくん1匹だけの飼育なんですけど、爬虫類に限らずペット多頭飼育してる人はすごいなと思います。健康に生きててくれるのが一番いいんですけど、万が一病気になったら動物病院へ連れて行かないといけないので、それを全飼育ペットの数の分だけ意識しておかないといけないのは、もうただただすごいなと思います。というわけで今回は久しぶりのおこたくんの動画、ただ皆さんの思ってるような楽しい動画にならなくて申し訳ないです。現在はこの尻尾の腫れをなんとかするための治療中です。今床で濡れてるのはこれ血とか出てるわけじゃなくて、先ほどの殺菌水ですね。本当に腫れ以外は様子は変わらないんだけどな。皆さんもなんか飼ってるペットに異変が起きた時はすぐに動物病院へ行きましょう。何か症状が出てその日に予約してその日に診察できるわけではないと思うので、何かちょっと小さな異変があった場合でもちゃんと予約を入れて見てもらった方がいいと思います。せっかくなのでヘビの病院代についてもご紹介したいと思います。これは最初の通院、12月中旬から1月中旬まで通っていた時の費用になります。まず初診料で1500円、爬虫類問診料で1500円、新生検1000円、簡易染色検査1000円、セフタジジム中1200円、これが一番最初にかかりました。その次からは再診料500円とセフタジジム中1200円、これが4回かかりまして、4回目にはプラスして外科処置2000円と超音波検査2500円がかかっています。トータルで 17,270円、最初の通院でかかりました。これはもちろんヘビに起きている症状だったり、ヘビの種類とかサイズとかでも変わってくるかもしれません。もちろん病院によっても変わってくると思うので、あくまで一例として参考にしてください。爬虫類取り扱っている動物病院は結構少なくて、予約もなかなか取りづらいんですよね。今回も結構予約の空きがなくて、最初の予約は10日とか待つこともありました。それ以降は病院で診察が終わった後に次の予約どうしますかっていう感じで、次の日って予約をしていくので問題ないんですけど、本当に最初の予約は行きたくてもすぐ行けないのでご注意ください。また爬虫類についてはペットの保険も少ないみたいです。しかもペットを購入した時にしか入れないような保険もあるみたいなので、病院代も余裕を持って蓄えておいた方がいいと思います。生体の値段より何倍もかかっちゃう場合もあると思うので、安い生体をお迎えする時でも金額面ではかなり覚悟をしてお迎えした方が良いと思います。というわけで今回の動画は以上です。また経過については追って報告をしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。おこたくんバイバイ。おこたくん。それではまた。バイバイ。